も。タカチャンネルのタカです。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい。皆さんに質問なんですけども、普段、鍵とか、それこそ、まあちょっとコンビニ行くときとかの、まあカードとか、あとは定期券、そういったものをどういったものでまとめておりますでしょうか。僕はですね、断然今、こちらのですね、パンキューブでまとめております。今回ご紹介するのは、このパンキューブというですね、マグセーフ互換で、スマホにピタッとくっつけることができるですね、ミニマルな財布兼キーケースになっております。はい。一応現在ですね、形で支援をしておりまして、このパンキューブなんですけど、ものすごい使いやすいんです。僕自身ですね、これ届いてから、だいたい今3日目ぐらいなんだけど、もうコンビニ行くときはもうこれ一つあればですね、もう他にいらないっていうところでは、今までね、重い財布、でかい財布、持って行ってた自分、マジバカらしいっていうぐらい思うぐらいですね、かなり使いやすい、まぁ、ちょっとした、お散歩財布になっております。はい。で、多分皆さん、貴重品の持ち運び、こんなことで多分悩んでいると思っておりまして、例えばですね、財布、キーケース、名刺入れ、そしてカード入れ、それぞれ持ち歩くと、意外とこうかさばる。さらにこう、スーツとかに入れちゃうと、ボコッとしちゃうとかね。あとは、財布はあるけど、キーケースを忘れた。なんてこともしばしば。さらには、スマホ一つで会計することもあるので、スマホだけで外出したい。あとは、キーリングだと、ガッチャ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 うるさいし、目当ての鍵を見つけるのがなかなか難しい。こういう風に思われたことございませんでしょうか。そういった悩み、今回のですね、このパンキューブがあればですね、すべて解決することができます。はい。もうこれがあるとですね、財布、キーケース、そしてカードケース、それぞれ持ち歩く必要性がなくなるんです。はい。どういうことっていう風に言うとですね、これ実は、この小さい中にですね、このような形でですね、まあ、キーケース部分、そしてカードケース部分、さらには後ろの方にもカードを入れれる部分があるので、これ一つあるとですね、もう財布の役割を果たしてしまうんです。はい。なので、ミニ財布買おうかなとか、ちょっとお散歩用の、ちょっとした小ぶりの財布買おうかなと思っていた方いらっしゃいました。ちょっと待っていただいてですね、こちらのパンキューブをですね、ご紹介して、ぜひ検討の一つに入れてください。普段持ち歩く財布やキーケースを一つにまとめることができて、使いやすさとスタイリッシュさを兼ね備えたですね、デザインになっているので、そういう意味では、ミニマリストの人とか、あんまり物持ち歩きたくないよっていう人にも結構おすすめできるかなと思います。で、その他に、キーケースを取り外して、スマホの背面に取り付けも可能な、まあ、いわゆるマウントシステムを取っておりますので、まあ、携帯だけでもうコンビニ行きたいんだとか、携帯だけでスーパーにちょっと買い出し行きたいんだっていう人はですね、これすごいありがたい機能かなっていうふうに思います。はい。で、この、実際取り付ける部分っていうのは、この内側のこの黒い部分が実際キーケースの部分で、これをスマホ裏に取り付けるんですけど、これスマホスタンドとしても機能するので、スマホスタンドをね、別途、付けなくてもいいっていうところでは、このかなりいいところでは動画を見るときとかそういうときにも結構役立ちます。はい。で、財布には防水性のあるプレミアム PU レザーを使用しているので、これ雨の日とかにもですねかなり強い素材になっているので、そういう意味ではかなり嬉しいですね。 PU レザーなので軽量で、しかもこう柔らかい雰囲気を持っているので、女性の方はもちろんと男性の方でも使っていただきやすい、ユニセックスな感じのデザインになっているかなと思います。はい。じゃあ早速こちらの、パンキューブ、詳しく見ていきたいと思います。見ていきましょう。Let's go. お待たせしました。こちらが今回ご紹介するパンキューブというものになっております。正式的な名称で言うと、これはパンキューブウォレットで、中にあるのがパンキューブキーケースというものになっております。それぞれちょっとまず最初にですね、スペックの方をご紹介すると、パンキューブウォレットに関しては、サイズが 7.6×10.7cm の重さが 37g しかない非常に軽い財布になっております。で、素材は PU レザーです。で、パンキューブキーケースに関しては、この中のこれになっていて、これ実はね、先ほども言ったように取れる仕様になってるんですけど、これだけで、もう基本的にはですね、ちょっとコンビニとか行く時にも役立つようなアイテムになっています。で、これはサイズ 0.6×5.5×9cm になっていて、重さが 28g。で、素材はプレミアム PC 素材で、シリコンゴムを採用している形になっています。これからですね、このパンキューブ、いろいろとですね、盛りだくさんのですね、機能が、備わっているので、ご紹介していきたいなと思うんですけど、まず、このパンキューブウォレット、そしてキーケースとは何なのかっていうところを言うとですね、これは財布とキーケースを一つにまとめた画期的なミニ財布ツールだというところです。
はい。僕自身もですね、今これカード2枚入れて、これ後ろ側に社員証1枚入れてですね、さらにここの、なんか見えるかな、ここお札ちょっと入れたりとかしてるんですよね。で、さらにこっち側にね、もう一個レンタルビデオ屋のカード入れたりとかしてるんですけども、で、そしてここにキーケースを、なので鍵を入れたりとかもしてるんですが、かなりもうこれだけで外出が進むぐらいですね、整ったミニ財布になっています。はい。で、しかもそれだけじゃなくて、先ほど言ったように、これ自身がですね、ここ実はパカッと先ほどみたいに開くんですけど、これを使うことでスマホスタンドにもなるっていうところでは、かなりこう使いやすい、製品になっているかなと思います。で、それではね、こちらのキューブキーケースに関してですね、実際にどれぐらいの収納性があるのかっていうところを、簡単にご紹介させていただければなと思うんですけども、キューブウォレットに関しましては、手帳型のスリムなウォレットになっております。実際、キーケースを入れない場合はこれぐらいの薄い、まあ、ほんとね、パスケースみたいな感じの薄さのですね、ものになっていて、全体的にはこのグレーでしっくりと渋さがあるんですけども、その渋さの中にこういうねロゴっぽい感じの英語が書いていて、でこういう、キャメルっぽいね茶色いものをアクセントに入れていることによって、まあ男性でも女性でも持ちやすい大人な感じのですね、ウォレットになっております。こちらに関してはカードが最大8枚入る形になっていて、僕の場合はですね、ここに2枚入れて、ここ1枚入れて、で、さらにこの後ろに1枚入れて、4枚入れておりますが、ここ自体ポケットが結構ね、大きい感じになってるので、こういうプラスチックなカードでも2枚重ねることはできます。なので、1、2、3、4、5、6、7、8とかでもいけるし、頑張ればね、後ろの方にもう1枚入れて、まあ、9枚とかもできるので、頑張ればそれぞれ2枚入れてあげれば、お札の入れる場所とかを削除すればですね、10枚までカードを入れることも可能です。はい。で、紙幣入れる場合は、まあ、どっかのポケット1個だけ潰してあげる形になっていて、僕はここのねキーケースのところの後ろ側を、紙幣用にしました。はい。で、紙幣に関してはこういう感じで折り曲げていただいて入れる形にはなるんですが、まあそれでもいいよっていう人はですね、非常に、使いやすいかなと思います。一応効果に関しても、まあこれポケットなので入れていただくことは可能なんですが、ファスナーがついていないっていうところからですね、まあ落ちてくるっていうことも考えられますので、僕のおすすめはあくまでも紙幣とカード、それだけにしていただいた方が、いいんじゃないかなと思います。はい。で、一応これに関しては、ここの部分に、こういうね、茶色い、まあ、穴みたいなのがあるんですよ。こういう感じのね。ここに、まあ、ストラップとかをつけてあげて、首掛け式にしていただいてもいいですし、あとね、最近だと、アップルの、製品が好きな人とかだったら、多分、一つは二つ持ってるんじゃないかと思うんだけど、こういう感じで、エアタグをつけていただくことも可能なんですよ。なので、万が一この財布自体をなくしたっていう時にもですね、すぐに見つかるようになるので、まあ、エアタグつけていただくっていうのも非常におすすめかなっていうふうに思います。今見てもらってるこのウォレット、すごいね、渋みがあるなって思いません。そして高級感もあるなって感じがすると思うんですけど、これ実は、高級感のある、軽くて柔らかな質感のあるプレミアム PU レザーっていうものを使っていて、環境にも優しいし、素材としても有名なものを使っているので、まあ結構そこら辺のところはですね、購入の時に安心できるんじゃないかなと思います。で、PU レザーは結構耐久性も優れているので、長くこう使っていただけるっていうところから、まあ結構ね、こういう、財布とか、そういうのでもよく使われている素材なのでおすすめです。で、実際の、まあ、いわゆるですね、牛革とかよりもですね、メンテナンスも非常にしやすいので、PU レザーの方が。なので、そういう意味ではですね、この素材の方がガシガシ使っていただけるかなと思います。はい。で、続いてが、この、パンキューブキーケースなんですけど、パンキューブキーケースも、これ単体で使うのも結構いいなって思うぐらいですね、いい、キーケースになっております。どういう感じで鍵を収納してるのっていうと、こういう感じでね、よいしょ、両方開けたんだけど、計3本入る形になっていて、これ結構ね、入れやすいんですよ。これ、ピュッと抜いていただくと鍵が使えるんですけど、この鍵の穴を、ここの穴に直接ぶっ刺して入れるだけになってるんですが、まあ、鍵3本入れると、非常にこう、安定感も増すし、なおかつですね、こう、どういう形状の鍵でもですね、入れることができるので、あらゆる家のね、鍵に対応しているっていうところから、汎用性はすごい高いかなと思います。まあ、一応、鍵の厚さは 2.6 ミリまでのものであれば、まあ、すべて使えるので、まあ、一般的な家庭の鍵ではいけますね。ただ、自転車の鍵とかになるとちょっと厳しい。しいかなと思うので、まあ例えば実家の鍵、自分の家の鍵、あとはまあそうですね、会社の鍵とか、金庫の鍵
とか、そういう感じでね、分けていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、これ、実はなんだけど、ここの部分に、こういうね、シリコンバンドがあって、このシリコンバンドがあることによってですね、例えば、コンビニ行くときに、このキーケースだけを持って行った場合、ポイントカードありますか?とか言われると思うんですよ。そういうときに結構便利で、ここ、ポイントカードをこういう感じで固定することができるんですよ。なので、これとこれ持って行ってあげれば、もうコンビニ行くときもこれ一つで OK。で、お支払いは逆に、まあ、iPhone だったら iPhone の Apple Pay 使うとか、それこそ、なんか電子クレカみたいなのを使うとか、そういうのもいけるので、最強の、まあ、いわゆるですね、コンパクトお買い物、まあ、キーケースになります。はい。まあ、あとこれをね、この、これでね、こういう感じでくっつけてあげれば、もう iPhone だけ持っていければ、もう基本どこでもスーパーでも、それこそコンビニでもいけるので、スーパー最強キーケースに早変わりするっていう感じになっています。で、一応これに関しては、iPhone だけしか使えねえのかよって、今がっかりした人いると思うんで、ちょっとね、ご紹介させていただくと、こういう 3M の、まあ、いわゆる磁石シートみたいなやつがついてくるんですよ。なので、これを Android とかにつけてあげれば、Android の携帯でも同じような感じでですね、使うことは可能です。はい。で、ただのキーケースじゃなくて、これいいのが、例えばこう、カードとかを持ち歩いてない時なんだけど、このカードを持ち歩いてない時に、この下の部分こう開けていただくと、これ実はね。僕の場合は、まぁ、iPhone 30 Pro Max なんで、ちょっとね、背が高いので、縦だと厳しいんですけど、横にするとね、こういう感じで、まぁ、スマホスタンドとして、動画視聴するときにも結構役立ちます。はい。で、こういう風につけていただいてもいいし、あとは両方こう開いていただいて、こう横にね、つけていただいて、で、こういう風にしてもいいし、まぁ、結構、いろんなスタイルで、スマホスタンドとして使えるっていうのは、結構僕としてはありかなと。で、結構この角度っていうのもちょうどいい角度になってるので、まあ動画見ながらね、まあ吉野家の牛丼食ってもいいし、あとは家とかでね、ライブ配信するときとかに、まあ使っていただくのも使いやすいんじゃないかなと思いますので、非常にこれは使いやすい、まあスマホスタンド兼、キーケースになっているかなと思います。はい。で、もしね、まあもっとお金も持っていきたいよっていう場合は、先ほどみたいにですね、ここの部分をこういう感じでパシッとくっつけてあげれば、もうこれで一つのまとまりとして、財布として持ち歩くことも可能なので、まあそういう意味ではですね、いろんなスタイルで持てるっていうのは結構この、パンキューブはですね、使いやすいんじゃないかなと思いました。はい。それじゃあ最後まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか?今回はこちらのパンキューブをご紹介させていただきました。非常にですね、洗練されたミニ財布になっておりまして、で、ミニ財布なんだけど、ただの財布じゃなくて、iPhone にすごいこう、マッチしたですね、まあ、ミニ財布になってるかなと感じました。特に僕がこの財布の中で一番よく気に入ったのは、このキーケースなんですけど、この薄さで鍵が3本入り、なおかつですね、スタンドにもなる、そしてカードも持ち歩けるっていうところでは、僕結構コンビニ行くんですけど、このコンビニ行くときにすごい使いやすいツールだなっていう風に思いました。はい。で、ちょっと使ってみていいところをご紹介させていただくと、いいところとしては、まあ、圧倒的にこのデザインがですね、渋くてかっこいいなっていう風に思いました。で、なおかつ、カードがめちゃめちゃたくさん入るところでは、カードをよく持ち歩く人にも結構いいでしょうし、まあ、例えば財布のセカンド財布として、こう、カードケースとして使用していただくのも非常にいいんじゃないかなと思います。お札も入るっていうところから、まあ、ちょっとしたコンビニスーパーにも行きやすい。で、何がこのキーケースが、このお財布と一緒に持ち歩けるかつお財布いらない場合はキーケースオンリーでも持ち歩けるっていうところではこの、まあ、2種類の使い方ができるっていうのは結構僕的には新しいかつなおかつですねこう使いやすさがすごい使いやすいなと思いました。でちょっと残念なポイントとしては1個だけあってですね1個それは何かっていうとですねやはりまあ公式的なスペック上ではまあコインを入れることができるっていう形になってるんですけど、実際僕自身もコインを入れて持ち歩いた場合ですねやはりここファスナーがない分ですね、小銭がちょっとやっぱり出てくるものもあります。500円とか100円とか、そういった大きいものは出てこないんですけども、1円とかになってくるとこの隙間から出てくるんですよね。なので、ちょっとそこら辺がですね、やっぱりこうファスナー付きの、まあ、コインケースがあったらより便利だったのかなっていうふうに思いました。まあむしろね、こういうミニマリスト的な、まあキャッシュレスな財布っていうのは、小銭は持ち歩かないっていうのが、まあ一つのコンセプトっていうのもあるので、まあ僕的には、まあ小銭を持ち歩かない。もう紙幣とカード、もしくはもう、細かいものに関してはクレジットカードで支払うとかそういう感じにしていただくっていうのが一番ベストの使い方なんじゃないかなっていうふうに思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあ